は総裁法の立場から講座を持たせていただきます。で、総裁法というのはご存知かもしれませんが、仙台の橋本恵三というお医者さんが実際の臨床の中で行き詰まってどうしたらいいのかという困ったところは、実際その方たちが他の病院、他の診療所に行ったりして、他の民間療法ですね、そういうところで治療を受けたりして治ってこられた。で、そのことによって、はい、最初は橋本先生がどうして良くなったんですかということを尋ねた。で、この尋ねたということに非常に大きな意味があって、私もそのことによってものすごく大きく変わりました。で、尋ねることによって誰々先生に治してもらいました。で、その治してもらった方がどういうことをされたのかということをまたその人に尋ねた。そして尋ねた結果、最終的にいろんな方法があって、その方法がいろいろあるけれども、最終的に体にとって尋ねてみた時に、合えば深い、合わなければ深いという、体に尋ねるというところに行き着いた。で、その体に尋ねるということに行き着いたわけですけれども、それが講座の中でどういう場に組み立てるかというと、実際その橋本恵三先生が相対法に取り組んで気づかれた、原理原則に気づかれたという、そのプロセスそのものをもう一回みんなで味わって確かめてもらう、つまり自分が発見をするという立場を踏まえた上で、実際にその相対法というのがどういう具合な展開していくのかということを持っていきたいと思っています。で、まず一つは体の声を聞くということで、その自分たちの体が良くもなり悪くもなり変化していくわけですけども、問題の小さな時には私たちは無視してしまっています。その無視してしまっているがために、大きくなって目立つようになったものを問題として初めて問題意識が持たれる。で、そこら辺の私たち自身の中にある問題というものをもう一度具体的な例を挙げながら、体験していただきながら、あ、こういうことかということに皆様方も気づいていただきたい。で、気づいたことの中で、自分が何をすればいいかというときに、いろんな方法というものをそれぞれがたくさんみんな持っておられると思います。で、それなりに成果が出ているわけですけども、それなりの成果というものを皆さん方が持ち寄って、で、私は実際にこの治療のプロセスを見ていただいたり、で、皆さん方に実際にしていただく中で、それを皆さん方がこう確認をして、どういうかな、実際に快か不快かというその感覚の中の落とし穴みたいなものがあるわけですけども、痛みだけが不快ではない、痛み以外のいろんな微小な症状もたくさんあるわけですけども、そのものに対して一連のつながりがあるんだという連動性といいますか、そういうようなものを実際にこう体感していただきながら、実習も含めたことを展開していきたいと思っています。で、実際に症状そのものも揺らぎとして見るという、そのことを良くなったり悪くなったり私たちでしているわけですけど、その揺らぎとして見たときに、どこが悪いかという部分の問題として見たのは、動きというものとの相関の中で動かすことによって増えたり減ったり揺らいでいると、その症状の揺らぎというものを実際に動きのプロセスをもう一つ分けて、こう動く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 というように、実際の動きを、変化の過程を、動きを分解して見せて、そこに感覚の変化を、ほんの少し痛い、少し痛い、中ぐらい痛い、だいぶ痛いというような、感覚の変化の段階の揺らぎをそこに重ね合わせてみたときに、どこが悪いのかという部分の問題ではなくて、一つの揺らぎとして、問題が増える方向へ動いたり、減る方向へ動いたりしていると。そのことに自分自身が関わっているんだという、そこの認識、自覚というものを実際に
ワークの中で気づいていただけるいろんなケースバイケースでいろんなケースがありますので、そういうようなことを気づいていただけるようにしてみたいと。合わせて動きそのものも体を、一物全体心身一如と言いながら、肩が悪い腰が悪いという部分の問題として見ていますけれども、連動しているわけですから、足を動かすことによってその腰を使って足をうまく使っていくと首まで届いて首の痛みがスポッと消えてしまったりと、そういうことが事実としてあります。だから皆さん方の中で常識として抜けてしまっていたことがたくさんあるわけですけども、考え方としての抜けてたところ、実際に技術的なことでの抜けてたところ、そういうようなものを体感していただきながら、実際にやっていただきながら、実際に観察をしてみる、そしてそれを考察してみて、自らが気づくという、その変化の自分自身のプロセスというものを大事にしながら、相対というものはこういうものだと、でそれが他の人たちにつながっていたときに、一人一人が自分の命の原点から全ての構築するものが変わっていって、そして社会そのものも変わっていける可能性が生まれてくるんじゃないかと。だから一番大元の自らの命、生きているそのものの命、その生きている命というものの存在感、それが抜けてしまっている、そこら辺に視点を当てながら体の声を聞く、そして暮らしの命の在り方を見て、暮らしの在り方を見直して、それが今度仕事となったときに仕事の在り方と見て、その発展、生成発展していってるわけですけども、仕事の側から見たらその権威の先生方がおっしゃることに振り回されてしまったり、それから規則規範を持って、それをこうあるべきだというような規制をするものをしないと人間はめ外してしまいますので、その規則規範をもとに私たちがそのものを論ずる行動を決めていくというのではなくて、命そのものが暮らしというものを持って命を守り、暮らしそのものを守るために仕事というものがある、その仕事そのものが規則規範の中でいろんな規制をかけていく、それをもう一度仕事は何のためにあったんだと見たときに、暮らしを支えるため、暮らしを支えるのは何のためにかというと命を守るため、命の奥に一つの法則があって、自然の法則の中で生まれてきたその法則そのものを自分の息をすること、飲食をとること、動くこと、それからいろいろ考えて、関心を持って、関係を持って、いろいろつながりを持って、共にいろいろと良くも悪くも変化している自分というもの、そういうようなものに気づいていただけるようにしてみたいと思います。